ドリュー・マクフェドリーズは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、アイオワ州、エイムズ出身、チャンピオンズジム所属、ドリュー・マクフェドリーズとも表記される。非常にアグレッシブなファイトスタイルを持ち、スタンドでの打撃を得意としている。ザ・マサカーというニックネームを持つ。2001年9月8日、プロデビュー戦で、ネイサン・クオーリーと対戦し、TKO 負け。 2006年11月18日、UFC 初参戦となった UFC65 でアレッシオ・サカラと対戦し、TKO 勝ち。2007年6月12日、UFC ファイトナイト、スタウト VS、フィッシャーでヨルダン・ラデフと対戦し、小勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年6月21日、ザ・アルティメット・ファイター。 チームランページ VS、チームフォレストフィナーレで、マービン・イーストマンと対戦し、TKO 勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年5月23日、UFC98 で、グザビエフ・パポカムと対戦し、開始37秒で TKO 勝ち。2009年9月19日、UFC103 で、トマシュ・ドルバルと対戦し、チョーク・スリーパーで1本負け。 ありがとうございます。